自分のことをアイドルだと思っている精神異常者。今回は水曜日のダウンタウンの初期を支えたクロちゃんドッキリシリーズ。その走りとなった、クロちゃんツイッター監視企画の第1弾、リアルクロちゃん会について、当時の2チャンネルの反応をご紹介していきます。放送日は2017年8月23日。クロちゃん嘘ツイート監視企画を放映。この放送前に、起きたら人がいるが結局一番怖い説、にてドッキリにかけられたクロちゃんでしたが、説とは関係なく、その企画で歩いて帰るとツイートした直後にタクシーに乗る。これからトレーニングをするとツイートした直後に、ダンベルを置くといった、謎な嘘ツイートに注目が集まりました。今回はそんなクロちゃんの謎な嘘ツイートに着目した説となっております。と言っても、ただツイートを監視するだけでは面白くないため、探偵事務所協力のもと、クロちゃんを24時間体制で1週間監視。その際にクロちゃんがツイートで嘘をつく、隠すなどした内容についてスタッフが作成した、リアルクロちゃん、というアカウントで本当のクロちゃんの行動を逐一ツイートするというもの。ただツイートをするだけでは面白くないため、途中から本人にもアカウントの存在をバラし、誰かにつけられている恐怖感を与えるという恐ろしい企画となっております。それでは、放送当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。クロカス楽しみんを。今日はどう考えてもクソかい。クロちゃんがいるから神回やぞ。クロちゃんが企画一番好き。クロちゃんもう飽きた。以前よりクロちゃんをドッキリに多用していた本番組でもあり、またクロちゃんか、といった意見もちらほら。そういった中 VTR が始まります。監視初日。この日は仕事がないクロちゃん。スタッフは自宅前で張り込み、クロちゃんの外出とツイートの更新を待つスタッフ。そこへ、監視初めてのツイートを確認。おはおはにゃんにゃん、おはにゃんにゃん。と朝から気色の悪いツイートで気象を知らせるクロちゃん。続いて、体重、落ちてるしん、7月1日からダイエット始めた時が 111.2kg だから、1.4kg 落ちてる。とダイエット中であることを確認します。しんってなんやねん。気色の悪いわくさ。クロちゃん100キロ超えてんのか。こいつ110もあるのかよ、デブすぎ。そして、同日11時。クロちゃんが自宅を出たことを確認し尾行が開始。すると道中で何かを購入。クロちゃんがツイッターを更新します。大好きなサンドイッチ屋さんの野菜サンド食べて、早いランチ。歩きながら食べれてヘルシーだしん。恒例のどうでもいい報告ですが、ここから水曜日のダウンタウンスタッフが、リアルクロちゃんのアカウントで投稿を開始し始めます。大好きなサンドイッチ屋さん。いっぱいあるけど野菜サンドが一番好きだしんと、先ほどクロちゃんが買ったサンドイッチをスタッフが別撮りし、本人に口調を真似、投稿します。くさ、しん？しんうぜい。うざすぎてくさ。いちいち鬱陶しいなこいつのツイート。声でくさ。怖い。バレるやろこれ。なりすましでくさ。しん好き。そして、クロちゃん本人がお次のツイート。亀さんがいたしん。と公園の亀のオブジェと、自撮りツイートをあげるクロちゃん。続けて、お花と木々と森林浴。ウォーキングで疲れた体に影響をいただける。森の精霊たちよ、我に力を。と、公園の花壇をバックにウインクの自撮りツイートをあげるクロちゃん。誰に向けたツイートかはさておき、行動を逐一ツイートしていきます。アイドルかよ。いやーきついっす。くっそどうでもいい。亀さん。なんやねんこれ。きついきついきつい。やばいやつやな。力を。アイドルみたいなしょうもないツイッター。リアルクロちゃん赤すごい勢いでフォロー増えててくさ。スレナイではクロちゃんのツイートの内容のどうでもよさえツッコミと、ツイッターの読み上げの声が面白いと反応が溢れておりました。そして時刻は午後1時半。ジムに入り2時間が経過したところで意識の高いツイートをします。終了。プロテインとボディメンテ飲んで夜まで我慢だねー。とクロちゃんがダイエットアピールのツイートを投稿します。しかし、ジム終わりに蕎麦屋でがっつり2玉盛りセットをいただくクロちゃん。初日から大嘘が発覚します。これを、待ってましたと言わんばかりに、リアルクロちゃんが真実をツイート。筋トレしたらお腹空いたしん。富士蕎麦2玉盛りセット。スレの勢いも活気づいていきます。いつものジム。親の顔より見たジム。すでに払いたい。フォロワーは喜んでんのか。自己顕示欲の塊やんけ。嘘待つ。我慢してへんやんけ。は？うんこの。盛り盛りで草。2玉盛り。めっちゃ食うやん。2玉は草。とかもりやん。サンキューリアルクロちゃん。そしてその後は、パチンコ、ゲーセン、アイドルライブという、らしさ全開の一日を過ごし夕食へ。すると、クロちゃんがしっかり体調管理をしている体でツイッターを更新。プロテイン飲んでから、何も入れてないから、お酒用心よ。
ると、そばの件は完全に伏せ、何も食べていない設定の嘘ツイートを投稿します。クズの生活で草。こんなん草生えるしん。働いてなくて草。めっちゃ人生楽しんでそう。何住民やんけ。嘘んを。嘘待つ。こんなんおもろすぎるわ。クロちゃん忙しくないんか。充実した一日過ごしてんな。さらに、外出たら、思ったより雨きつくない。歩いて帰ろう。とツイートした直後、ためらいもなくタクシーに乗り帰宅するクロちゃん。まだ初日だというのにすでに3つの嘘ツイートが発覚します。嘘すぎて草。やめたれ。うんこの嘘つき。うんこのデブ。毒図で草。何の意味があんねん。悪いやつやな。マジモンのサイコパスやん。こうめた夕張に嘘ばっかりついとるやん。嘘松の典型やんな。タクシー定期。ガチ巨源石やろ。即落ちにこまやめろ。がっつり接近して取られてるやん。嘘松の元締め。そして監視2日目。この日もオフのクロちゃんは、昼前に出発し食事のツイート。お昼はしっかり力つけるために食べるしん。多すぎるので、お芋は残すけどねー。とハンバーグ定食の付け添えで出てきた芋は、あくまで食べない設定の嘘ツイート。今からジムで頑張るしん。ハイビスカス光ったしん。あたり。そして、アイドルライブといつものコースをたどるクロちゃん。そして、風が心地よいので歩いて帰ってる途中だけど、雨降ってきたら、タクシー乗るしん。というツイートをタクシーの中で、ツイートするクロちゃん。午後10時帰宅。そしてその後、実際に雨が降ってきたところでクロちゃんが嘘ツイートを投稿。なんなんのゲリラ豪雨？雨降ってきたから、タクシーで帰る。とここぞとばかりに部屋の中から嘘ツイートを更新します。底辺みたいな生活で草。ニートみたいな生活やな。普通にアイドルライブとか行くんか。マジで何のための嘘なん？むしろ頑張ってるけどあえて怠けてるアピールとかするのが人間ちゃうん？だってあんだけ頑張ったのに痩せてないねとか言われる方が嫌じゃない？草生えますよ。は？嘘松やんけ。サイコパスかよ。もう毎週これやれよ。これもう病気やろ。家におるしん。謎の歩いてるアピールなんやねん。うっぱ、嘘すぎるやろ。リアルクロちゃんのアカウントものすごい勢いでフォロワー増えてて草。嘘&嘘。そもそもの私生活がクソすぎて草生える。嘘松の部屋からとか笑うわ。家の中から、雨に当たったという嘘ツイートをするクロちゃんに、恐怖するにちゃんみん。そして、当時リアルタイムでクロちゃんのツイートを見ていたフォロワーたちは、雨降る前からタクシー乗ってるくせに、とすでに嘘を見通し、歩けよ。痩せる気ないだろ、この嘘つきヒゲだるま。お前がゲリラだ、歩いて帰れ。などと、2チャンネル以上のバリ雑言の嵐でした。さすがに草。バレてて草。バレとるやないか。言うのう。やめたれ。サンキューマッツ。火の玉ストレート。お前らやめえや。さすがフォロワーや。辛辣すぎて草。サンキュー追加す。フォロワーで草。ネット怖え。思ったより辛辣で草。お前がゲリラだ。何平民最低だな。キレキレで草。久々に大声出して笑ったわ。なんでそこまで言われなあかんねん。完全にお前らで草。監視3日目。この日は夕方から生放送があるクロちゃん。しかし、前日同様昼前に出発。すると、自宅のすぐそばで警察官から職務質問をされているクロちゃんを発見。また警察の人に職質された。前もされた人からだったからすぐに終わったけど。地元で何度もとか、なんなのを。これに対しフォロワーは、日本の警察は優秀だ。お疲れ様。これは草。職質？職質されてるしん。さすがに草。かわいそう。大草原。不審者で草。ガチなのか。警察24時の続きかな。警察24時の後にこれは草。マークされてて草。怪しいからね、仕方ないね。フォロワー草。火の玉ストレート。ツイッター草。フォロワー面白すぎて草。素人芸人。フォロワー的。その後、牛すじ味噌伝定食とたい焼き、かき氷、としっかりデザートまで完食するクロちゃんがツイッターを更新。1時間ちょいウォーキングして疲れた。お昼ご飯は、たい焼き&かき氷。夏バテしないようにしないとねー。と、牛すじ味噌伝定食はなかったことにした。お昼は軽めの嘘ツイート。太るぞ。また嘘で草。泣き嘘。痩せる気あんのかクソデブ。クロちゃんなんでこんな金あるの？実家裕福なんか？そして監視以来、初めての仕事だったこともあり、仕事先に協力のもと、楽屋に隠しカメラを設置。クロちゃんへ、なぜ嘘をつくのか、と完全に水曜日スタッフ側についている、マネージャー経由で質問をすることに。すると、食事だけでなく自身のツイッターに上げる体重までも壁をつかむなどし、わざと体重を変動させツイートしていることを漏らすクロちゃん。
自分のこといい風に見せたいからいつもしてることだからさ、別に、何なの？って感じ。とあくまで自信をよく見せようとしているだけ、嘘をついて何が悪いと完全に開き直るクロちゃん。そして、このタイミングでリアルクロちゃんのツイッターの存在をクロちゃんに伝えます。投稿していないおでんが写真付きで更新されていることに、悪質なストーカーに遭っているのでは、と焦るクロちゃん。しかし番組側のマネージャーからはドッキリがあるとは聞いていないと、嘘には嘘で対抗するスタッフ。本当にビビっていたクロちゃんですが、リアルクロちゃんのツイートで、しん、と語尾をつける部分にはイラッとしたそうです。そこまでやるんか草。敵は味方にいる。クズやんけ。デブはクズ。ガチでやべえやつやん。体重の話してねえよ。聞いてねえ。質問に答えろ。なんやそれ。何の見えなのか。巨源壁やんけ。クロちゃんの闇は深い。クソ人間。巨源壁ともちゃうな、ただのクズや。フォロワー1万いったぜ。ビビってて草。スタッフのガチサイコ感。草ほんまリアクションええな、クロちゃん。こんなん怖すぎるわ、ストーカー案件やん。唐突なネタバレ草。これはマジで怖いやろ。気持ち悪いのはお前や。怖すぎー。やばいのはお前や。お前よ。素人って言うな。お前がつけとるやんけ。お前のもう一つの人格やぞ。凄まじいブーメランで草。新機嫌主張は草。そして監視4日目。5時半と朝早くに自宅を出発。パチンコ店の営業で新幹線で大阪まで行くクロちゃん。そして本人にも認識されたリアルクロちゃんは、恐怖のツイートを投稿開始。今日はパチンコの営業だしん。新大阪着いたしんよう。と、新大阪駅に降り立つクロちゃんの後ろ姿を盗撮した写真付きで投稿を開始します。リアルクロちゃんのツイートを見たのか、クロちゃんが自身のツイッターで反応します。ちょっと、何なんだろう。ツイッター上でも不安を隠しきれなくなった様子。しかしリアルクロちゃんのツイートは止まりません。営業終わったので東京戻るしん。と、新幹線の切符を買う、クロちゃんの真後ろから撮影した写真をツイート。お腹空いたから新幹線で弁当食うしんよう。と、駅弁を買う後ろ姿をツイート。朝早かったからお眠だしん。もうちょいで品川着くしんよう。と、グリーン車で爆睡する本人を正面から隠し撮りした写真をツイート。本当の行動を逐一ツイートするリアルクロちゃんの遠慮のなさに、クロちゃん本人だけでなくにチャンネルでも怖すぎというコメントで溢れていきます。こっぱ。ひえ。草。怖すぎやろ。これは怖い。これ半分ホラーだろ。ストーカーで草。これはさすがに嘘やめるやろ。普通に警察だろこんなん。ビビってて草。こんなもんほんまに怖いで。めっちゃ近くて草。こんなん集団ストーカーやん草。精神的に追い詰めていくスタイル。ブルーマンストーリーやな。寝顔は怖いな。無防備すぎやろ。こんなのガチでやってたのか。番組だと分かってても怖いよな、ここまでプライベート明かされるって。ほんとこの番組いつ終わってもおかしくねえな。恐怖のツイートを連投したところで、本人からダイレクトメッセージが入ります。すいません、ここ何日か僕のことつけてますよね？何の目的ですか？こんなことしても誰も得しないのでやめてもらっていいですか？しかしもちろん返答などしないリアルクロちゃん。すると無視を決め込むスタッフに対し、クロちゃんは独自の思考で回答します。返事がないってことは分かったってことですね。ありがとうございます。と、自己解決したクロちゃんはツイッターを更新します。解決。やっとすっきりした。と、何やら勝手に解決してくれた様子。個人なや。漬物クロちゃん。ぬか漬けかな？クロちゃん、人にあらず漬物だった。動揺してるやんけ。むっちゃ焦ってて草。乙女っぽい。謎理論。どんな考え方やねん。こいつ言葉遣いは綺麗やな。バカやんけ。かわいい。シャムさんやん。頭おかしいんちゃう。くっそポジティブやな。そして監視5日目。すでにリアルクロちゃんの件は解決したと思っているクロちゃんは、不安もなくいつも通りにツイッターを更新していきます。アイドル横丁、1日目、熱いし熱い、超絶楽しい。一回アイスでクールダウン。そしてリアルクロちゃんアカウントも、赤レンガ倉庫でアイドル横丁、大盛り上がりだしんよう。とマスク姿で歩くクロちゃんの画像をアップ。お昼ご飯アイスだったしんよう、とクロちゃん。お昼お弁当だったしんよう、とリアルクロちゃん。するとツイートに気づいたクロちゃんから再度 DM が入ります。約束が違うじゃないですか。全然意味がわからない。と、リアルクロちゃんは約束をした覚えはないので無視を決め込みます。やめてなくて草。マジのストーカーで草。まだ嘘つくんか。何の約束もしてへんぞ。あ、払いたい。ちょっとは警戒しろや。ピュアすぎるやろこいつ。約束したことになってて草。超神回やんけ。そして、翌日の仕事のためにクロちゃんは名古屋に前乗りすることに。
明日早いから名古屋に前乗りだしん。と、がっつりホテル名が写った写真付きでツイートするリアルクロちゃん。フォロワーもリアルクロちゃんのアカウントの存在を知り始めたのか、クロちゃん本人へリプを送ります。〇〇ホテルですか？するとクロちゃんは、違いますよ。今、岐阜ですからー。と苦し紛れの嘘ツイートで返信。岐阜だから、五平餅食べたいしんねー。と岐阜の薄い知識で嘘を連発し、名古屋にいることを隠蔽しようとします。そしてリアルクロちゃんは、あーん。起きてるのクロちゃんだけー。と、外からクロちゃんが宿泊している、部屋の窓ガラスを撮影した写真をツイートします。すると、恐怖を感じたクロちゃんはカーテンをめくり、恐る恐る外を確認し再度リアルクロちゃんへ DM をします。もしかして、プロの方ですか？お願いします。本当にもうやめてください。と、相当な恐怖を感じられているようでもあったので、スタッフもここは自重し、更新を一旦ストップすることにします。こっぱ、さすがにあかん。ホテルバラすんかい。クソ怖い。いかんでしょ。プライバシーズタボロで草。やっぱクロちゃんはこの番組専門やな。BPO クロちゃんだしセーフ。他人事だから大爆笑だけど自分の身に起きたら怖くて外出もできないだろ。岐阜？また嘘ついた。悪意の第三者。これはしゃあない。素人に前乗りバレてるとしたら怖すぎやろ。震えながらツイートしてそう。怖すぎー。あーん。これやってる側はめちゃくちゃ楽しい仕事だな。めっちゃ面白いけどスタジオドン引きしてるな。よく見れるな。エッチだ。なんで裸やねん。なんで脱いでんだよ。汚い。マジで糖質なるわ、こんなんされたら。清原かな？見てるのも取られてるぞ。プロ？せやで。殺し屋かな？プロのストーカーは草。本人からしたら笑い事ちゃうよな。クロちゃんおもろいわ。ストレスで激そうや。そして監視6日目。ツイートはしないがその間も密着は行っていくスタッフ。それまではあまり警戒をしていないクロちゃんでしたが、完全に疑心暗鬼になり始め、常に周りを気にしながら移動するようになっていきます。そしてついに監視最終日。企画も大詰めということで、マネージャー協力のもとクロちゃんの自宅に隠しカメラをセッティングし、帰宅したタイミングを狙い、2日分の写真を一気に連投する計画を企むリアルクロちゃん。そこへクロちゃんが帰宅、早速嘘ツイートを開始します。歩いて帰ったしんよう。頑張ったから、グミ食べよう。痩せてるはずだしん。と、見飽きたダイエット頑張ってますツイート。しかし実際は部屋でポテチをむさぼるクロちゃんが隠しカメラに収められます。ここで恐怖のリアルクロちゃんツイートが投稿を開始。遅くなったけど、昨日は名古屋で収録だったしんよう。とパチンコの営業中の写真付きでツイート。するとリアルクロちゃんが再稼働したことで、わかりやすくため息をつき頭を抱えるクロちゃん。さらに、お昼は名物の味噌カツだったしん。と食事を終えて、お店から出てくるところを撮られた写真をツイート。なんかいろいろ疲れたから昨日は早めに家帰ったしん。と自宅に帰る瞬間までも写真に撮られたツイートが投稿。今日は竹書房さんで取材だったしん。と関係者でないと入ることができない取材中の会議室から、後ろ姿のクロちゃんが写った写真をツイート。自分の身近なところにストーカーがいると本格的に焦り出すクロちゃん。そして、恐ろしい写真がアップされます。あーん、何これ。今現在、自宅でこのツイートに頭を悩ます様子のクロちゃんの写真が投稿。自宅にまでストーカーが入り込んだとパニックになるクロちゃん。こっぱー。マネージャーが OK すればカメラ OK という風潮。マネージャー完全に敵に回ってて草。スト中で自宅バレそう。キラみたいな扱いに草。部屋汚ねー。なんで全裸やねん。裸。クロちゃんじゃなければ人権問題。絶望的に汚い。嘘ツイートー。まあこれでギャラ払われてんだし文句は言えんな。こいつツイター依存症すぎやろ。ポテチバリバリで草。悩んでて草。かわいそう。こんなん泣くわ。完全に盗撮のポジションで草。竹書房。マジ怖いやつやん。なんで真後ろうんねん。これは身内の犯行やん。もしもし、ポリスメン。指定暴力団やんけ。めっちゃ動揺してて草。怖すぎる。こんなん死ぬわ。家の中か。こんなん精神やむで。今の時代らしからぬテレビやな。ホラー映画やんけ。ワイまで鳥肌立ってきたわ。まんまホラー映画で草。独り言多すぎて息。そして、え？じゃあ、お風呂上がりも撮られてたってこと？と裸のクロちゃんの写真が投稿。グーコは、いちいちおもろいなこいつ。ホラーやんけ。実際やられたらクソ怖いやろな。夏にぴったりの企画やん。こいつの体おもろすぎるわけ。そったゴリラか。ゴキブリ出た時みたいな反応で草。この前やってた本当に怖い話より怖い。夏のホラー路線いいぞ。過呼吸起こしてて草生える。払いてー。カメラすぐ撮らないあたり偉い。
あーん、一体いくつカメラ仕掛けられてるの。カメラを探すクロちゃんの様子が投稿。と、すべてのカメラを見つけた時点でネタバラし、スタッフが入ってきたことで、これは本物のストーカーではないと安心し、よかった。と叫ぶクロちゃん、今回ばかりは顔なじみのスタッフの登場に安心した様子でした。過去最高におもろいかもしれん。このスタッフガチで怖いわ。笑い止まらんわ草。怒涛の流れで草。こっちみんな。と畜生で大草原。涙目やんけ。水曜日って分かってても怖いやろこれ。泣いてるやん。インターホン鳴らしたら最高やった。よかったのか。よくはないよ。よかったで草。よくないんだよな。水曜で安心してて草。よくないぞ嘘松。貴様水曜だな。まあ水曜日の犯行じゃなければ怖いわ。何がしたいの？正論で草。そうだよな、怒りより良かったの方だよな。さすがにこれは怖すぎるわ。そして最後にスタッフが、今日って何食べました？と意地悪な質問をクロちゃんに投げかけます。未だに何の説だかさっぱりわからないクロちゃんは、ぎょとんとしながら、おにぎり、リンゴ、グミだけ。とツイッター上で挙げた食べ物を答えるクロちゃん。なんやその顔。なんで嘘つくねん。また嘘待つか。覚えてるのすごいな。記憶が改ざんされてる。さっきポテチ食べてたやん。ポテチ食ってたやろ。泣きそうじゃん。自分のことをアイドルだと思っている精神異常者。カメラあるんだから諦めろ。スタッフが本当にそれだけかと尋問。クロちゃんも何かを悟ったのか、半笑いで答え始めます。おにぎり2個とファミチキ、油そば、担々麺、いなり寿司2つ、春巻き、唐揚げ2個、リンゴ、牛丼、ポテチ。と1日でものすごい量の食事を平らげており、それらを隠すクロちゃんにスタジオも呆れ返っていました。何は露天年。圧迫面接かな？これもう文春やな。職質かな？精神崩壊。いたずらがバレた犬みたいな顔やん。取り調べみたいやな。食いすぎ。めっちゃ食っとるやないか。がっつり食ってて草。しっかり覚えてて草。そら痩せへんわ。アスリートかな？自供してて草。フードファイターかな？夏によくそんな食えるな。むしろこれでこの体型は運動の成果やん。グミ食べてなくて草。これもうダイエットアピール無駄になりますやん。食べてないのに食べたアピールって何その嘘。衝撃企画やったな。もうクロちゃん使ってこれ以上のドッキリできないやろ。ハイレベルホラーやったな。これまたやるやろうな。現代の怪談やんけこんなん。これで切れないって調教されすぎやろ。水曜なら何やられてもいい感じになっとるやん。神回だわこれ。苦情入れんなよマジで。こんな面白いアホみたいな企画今時ここしかできへんもん。クロちゃんからの DM はオンエアしたもの以外にもたくさんありましたが、徐々にやめろよから勘弁してくださいに変わっていくグラデーションが素晴らしかったです。以上、リアルクロちゃん回の当時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。自宅での監視カメラを発見してからはさすがにドッキリとバレただろうと突っ込む2チャンネルの方々もいましたが、それ以上にクロちゃんのリアクションの素晴らしさに冷静にコメントができず大半が草まみれで笑いに包まれておりました。それだけ素晴らしいドッキリ企画だったと言えるでしょう。クロちゃんのドッキリ企画はここからさらに白熱していくことになりますが、特に初期のツイッター企画は純粋に面白いものが多いのでまたお届けしていこうと考えております。またこの説の回を見てみたいという方は以下の概要欄をぜひ確認してみてください。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についてもお届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。